自身の税理士の YouTube の内容を見て会いたいと言ってくれる方がいてすげえおかしくなって泉さんい来てくれました的 <laughs> な仕事をするしたいみたいなに思ってるから話を聞いてみてモチベーションをやったらなみたいなことを言ったんですけど。はい 一方でその税理士とかってなってくるとその必要なタイミングで多分変わってくると思うんですね。でそれが自分ができるレベルなのかそうじゃないのかとかってう、ね、どういうレベル感なのかなって分かんないなと思って。 その必要なタイミングで多分変わってくると思うんですね。で、それが自分ができるレベルなのか、そうじゃないのかとかって、どういうレベル感なのかなっていうのは多分一般的には全くわかんないなと思う。わか,、ね、かんないですよね。さっきパキって分けた。 資産税オアノットって感じだと思います、ね。あ<ー>一応、こっち側にいる人、事業の応援する側の人、僕とかもそうですけど、うん、は、基本オールラウンダーである必要はあって、全、うん、相談、も会社の人とかにもよく言うんですけど、全相談をお客さんとかね、コ本崎先さんとかに言ってくれと。まず言ってくださいと。うん、こんなこと思ってるとか、こういう困りごとがあるとか。 どううしたたらいいいいんだだろうみたいなこととかまず言ってくださいとそしたらほととんどのことは他で誰か思ってた内容じゃないですかいっぱい事業をやる人を応援してるから,、はいね、から税のことだからではなくって解決したことのある内容だとかいっぱいやっぱ僕らにたまってるものがあるからそれでまずある程度のことが解決できる上に解決っていうか参考の話ができる困難がありましたよとかでこうやって解決した人たちがいますよとか。 でいつもだる,る。でその中で例えばあそれは社労士さんの分野なんですとかそれはもう僕らは代理できないので弁護士さんの方でやってもらわないと多分できないですよみたいな話があったりとかうん、うん、相続絡みのことになってくると相続っていうのはやっぱり相続対策みたいなことと一番は揉めないようにもうあの争う族の相続っていう風にならないようにっていうこととはい、はい 納税ののここととととかかっていうのをを事業を絡めるるとともよくあるんですよ例えばお子さんが株主になっている会社を作って、うん、そこに資産が行くようにしてると会社の持ち主は株主なので、はい、自分個人が持ってたらお子さんに対しての相続対象だけどその会社の切り盛りを自分はしてるんだけどそこにある財産は自分が亡くなった時にはそもそもお子さんのものなので相続の範囲から逃れますななるほどそういうようよな。こととが事業と絡んででくるっていうのでうん、うん 一定のことはやっぱり知識を持ってないといけないんですけど、うんうん、じゃあ、実際、相続の税の申告とかってなってくると、めちゃめちゃむずいんですよ。それよく聞きますよね <laughs>。もうね、あれね、あれはほんま専門家じゃないと、僕らふわっとはできるけど、いやもうほんま専門家。てつもないっていう。はい。そう、だから、全振りしてます。あの、そういう、こう、それに対して対策的なこととか一緒に考えてやっていくんですけど、最後の本当の相続対策、税の部分の相続対策とか、とリアルに誰か亡くなりましたっていう時は、うん はもう損させるのは絶対嫌だしうん、うん、専門家に <laughs> みたいな感じでやってますね。イメージは多分町の主治医ホームドクターみたいな。うんうん、で、あとは そのの専門とところに振ったりするっていう感じだと思なるほどでその中で石新さんがそういう資産税的なことを専門にするっていう選択肢もある中でい今の形になってるっていうのはどういう思いい思だったのかなあ全然税の知識がない中で全く音楽しかしてないところからのそっちの分野にこっちの分野に来たので、うん、そんな資産税がどうとか何とか何も知らないじゃないですか。 一番早く受かる方法みたいなのを、まあその時できる限り情報を仕入れた中での選択していったのが、そ僕が取った母財と、えっ、ー、と、法人税と、消費税と事業税。ああ、もうまさにってことですね。はい、そうです。なるほど。それでやって、初めての税理士事務所さんに就職したら、資産税できるんですかって言われて、<laughs> その資産税の意味がわからなくて、はい <laughs> みたいな。<laughs> んなですよ、みたいなってった。誰か <laughs> 言ったら、できないんですね <laughs> ってなって、 あの事業の方に配属されたんですよね。そ、うん、し,したら蓋開けてみたらあラブアンドピースでいいんだってなって。なるほど。でこれは多分ね資産税はラブアンドピースじゃダメなんですよ、ね。あそれ面白いです。なはい。なぜそれは資産税あま応援するっていう形ではないんですか。もうやっぱりそこに財産が存在しててそれをこうきちんと整えるっていうことになるので、今からこういうことをしようとか日々こんなことが起こるんですっていうのを支えたり応援したり一緒にこう何かをやろうみたいなの。 にはラバーピースは聞くんですけど、こっちの方はもうほんまラバーピースって言ったら、大変ですね。たまたまですけど、ハマっていったという感じはありますね。ありがとうございます。その延長戦でもう一個だけ。聞きたいのが、はい、取った後に。よく言うの、修行って言われるじゃないですか。世界のなでも。レジボーコみたいな。結構、うん、安げきだけれども、頑張って、何年か修行して、独立をやるんだ、みたいな。 のがやっぱ多いと思うんですけど、実際その実務の現場で実際本当にどれぐらいのレベルでこう修行をしないと本当に意味でお客様を応援できるようなレベルにならないのかとかお客さん満足させられる自分がしたいと思えるぐらい満足させられるぐらいのレベルにならないのかって実際どういうレベル感なのかなっていうそうですよね。全く分からないんでまあ確かにね分からないですよね。ね、うん。人の特性ととかもあると思いいいますすし泉さんはガツガツやればいいですね。 絶対僕もそうだったんですけど、うんまあ、たまたま最初行ったところが直属の先輩が同い年だったんですけど<ー>はい行き統合じゃないですけど、まあ、僕も好きだったし、えー、が全然教えない人だった全く決算の組み方って知らないじゃないですか分かんないですねこう一緒にタッションしながらねどうやって組ですかねって <laughs> スレッションしながら言ったらねあのね数字を合わせるんですって言われて<ー> <laughs> 何のことか分からへんってなるじゃないですか え、どういういこととでですすかか合わせるっってなんて、なんですかと思ってちょっともう忘れもしない、うんえー、初めて決算組んだところが、うん、その日々のなんか現金みたいなやつをミスがないのかっていうのをめっちゃ1年分こうチェックをして今思えばですよ全く必要のないことをやってるんですけど何<ー>か何を合わせていいか分からへんから合わすって何と思ってこういうのを合わすのとか思いながらやって。ゼロからです 仕事を別にだからといって振らないって感じではなくっててすすごいいいっぱでできたんですだあまり教えてもらわないまま全部自分で勝手に調べてやるっていうスタンスですごいいっぱいやることができたのでできるようになるじゃないですか何かまっすぐな道じゃなくてもうグワーって動いてるから出来上がると結構太い道になってて割とこう「あ何でも来い」みたいな <laughs> 空気に。 なってたので、うちの事務所の今僕が代表している事務所の従業員さんというか、はい、やってくださってる方って僕がちっちゃい頃に「電話してた相手ぐらいなんですよ。あ<ー>お母さんいますか?はい」って言ってた相手ぐらいの方が結構いてくれてるんですけど,どその人たちもなんか似たような感じらしくてうん、うん、入ってくると自分が担当するっていうところの家の。 チャイムの場所だけ教えてもらうんです。はい、って言って、ピンポンって、あの、どこどこの誰々ですって。で<ー>、何も分からない,ない。どえらい教育です、ね、そうなんですよ。で、それでいっぱいやめてるんですけど <laughs> も。やばそうですよ、ね、でも残ってる人たちは、だからもう僕はもう歯が立たないというか、僕の分野で勝負すればもちろん勝てると思いますけど、うん、その人たちが作り上げたゾーンにはもう全くいけないです、ね。なるほど。すごいなと思う。それを、いわゆる、 一スタッフさんっていう立ち位置でできるようなとこまで行っているっていうのは本当にすごいなと思いますし<ー>だからそういうパターンもあれば例えばじゃあうちの事務所だったら今多分他よりもかなりちゃんとお出しできてると思うんですけど<ー>じゃあそれがじゃあ実際こう目指していくっていう流れの中でじゃあいっぱいめちゃくちゃやるんだけど。 超安っていうところももちろんね、ねあるかもしれないですしなんかそれなりにいい対応してくれるんですけど、うん、あんまり経験にならないなみたいなことももちろんあるかもしれないですしあ,<ー>あと「向き不向き」は絶対ありますしね、うん、こう最初からある程度筋道をちゃんと伝えながら外れていくところも優しく整えてもらったら結構いけたのに。<laughs> その外れたやつ、はい終わりって言われたらそれをこう乗り越えられないタイプの人は絶対こうゆっくりやっていかないと駄目だし多分やりたいゾーンが本当にこに支援したいみたいなのが気持ちにあったら、うん、自分がここでそれができるかどうかっていうのは分かるはずなので<ー>そういう意味ではもしこのチャンネルを見て、うん ああいう動画でやろうかなって思ってくれてる人ならそこの自分の気持ちみたいな部分をすごくこう重要視してその事務所とかで他で働くとかやっていく時に判断基準にしてやってもらったらきっとたどり着くんじゃないかなっていう気はするんですけどね、うんまあ、いわゆるビッグフォーみたいなでかいところから本当に中小本当に小さいの1人2人でやってるところまであってうん、うん、ここは結構業界から違う業界から来るとなると難しいところなんですよね分からない。 でもあのスタートからこの業界の人もわからないですもんね。まあ一番最初わかんないですよね。選べないから。やっぱり行ってみて考えてみるしかないみたいなところもあそう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 やと思いますね。わからないです。こればっかりは。なるほど。自分がどういうタイプかっていうのもやってみなわかんないですもんね。うん、ありがとうございます。まあ今までの話は込みで、まあ税収の魅力なんですかってだいぶざっくりしてるんですけど、結局僕会計士試験を今持ってるんで、ストレートにそのまま行くんだったら監査法人な。あそうですよね。 ただ僕はあんまり観察者同にそんなに興味がなく。うんうんく あ<で>あれなんででじゃあ公認会計士を目指したかで税理士ももちろん考えてたんですけど試験制度的にちょっと時間かかりすぎるなこれって思っても短期,って短期集中でガツッと取りに行くかって思ったら担当僕2回落ちたんですけど<ー>で3回目でよかったんですけどどこが短期ってないいや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  <laughs> あのそしてそのもうその税理士ならではの魅力それはそのお給料とかお金の面もそうですし何かなんで自分は税理士目指してるのかって一つになんか誰かを自分の力 力で応援したいいっていうのもあるのともう一つは一定の自由自分のやりたいようにお客様とかうん、うん、自分の応援したい人を自分の力で応援したいっていうのがあってでそういったことが税理士だとかえられるのかとかそういったところどうそうですよね。結論的には叶えられるっていうことなんですけど、うん、じゃあ税理士って言って、まあ、いわゆる就職をしたら例えばどんだけ給料が良くても自由に働くということにめちゃめちゃ コミットする税理士法人とかがもしあればうち結構そうですけどね、はい、あのそんな出勤時間とかないですいあ<ー>有給はずっっと40日ありりまます。使っても減りませんみたいなテンションなんなす。<laughs> っていう意味ではそういうところが他にも存在すると思うので、はいまあ、そういうところに行けばまずもって自由とあの自分で応援するということができるとは思うんですけど、うん、まあ一般的にはやっぱり雇われるっていう立場になれば決め事が多いしその。 大本のルールにのっとった形でやっぱりやらないといけないので、うん、今言ってはったようなことには直結はしないと思うんですけどうん、うん、だけど開業してしまえば、はい、ただただ自分とこの先さんというかお客さんというスタンスなのでうん、うん、それはもうものすごく自由に決められるしまあ動画の他の動画の中でも言ってますけど一般的にお仕事をするっていうふうになった時にこんなにみんなが毎月何万とか。 を税理士っていう人と付き合ったら、それが何千円って思ってる人もいるかもしれないけど、何万って思ってる人。うん、でも条件によっては、何十万とかでも、人によっては思っている人たちが。普通にマーケットとして、あるっていう状態がもう、めちゃめちゃ特殊なんですよね。うん、そうですね。ね、サブスクが入る前からのサブスクですから。<laughs> そうですね。もうずっと、だから、逆にもらってるっていうことに対して。自分はもう、やりたいだけやればいいわけじゃないですか。自分が。 これれでもかとやればいいし、うん、っていうことの中でいろんなことを整えながら多分僕が一般的には、まあ、数十件見てますみたいなところを僕は150件ぐらい見てるんですけどそれでも音楽できてるみたいな。 なんです, <laughs> す<い>それはやっぱり世の中の、それこそね、チャット GPT とかじゃないけど、はい、AI だとかロボットとかっていうのが、システム的なものとかが、ちゃんと進化してるじゃないですか。してますね。そしたらね、僕らの作業、どんどんね、やってくれるから。奪われるというふうに考える人は多いけれども、うんうん、実際その現場にいらっしゃる方って、利用したいと思ってるじゃないですか。利用したい,したいそう。自分らがやりたくないことをやってもらえるみたいな。そうそうそう,そうそうそう。 高いがゆえに、こういうこと考えないと、勉強毎日できないよね。収入としてはちゃんと安定している中で、自分だけができることをやって喜んでもらっている。